こんにちは、速稼塾の久保です。人はですね、なぜ突き抜けることができないのか、そして40代を過ぎても50代を迎えても、なんで自分には俺はこれをやったぞと、この世界では俺は突き抜けたぞと言えるものがないのか、これはですね、多くの40代50代の方が振り返って思う疑問ではないかなと思うんですよ。自分のことなんですけどね。で、人によってはこういうことを言うでしょう。自分はこの会社に20年勤めてきた、だからこの道一筋、この世界では自信があるということを言う人いると思うんですよ。でもはっきり言ってね、20年仕事を続けるなんてありふれてるんですよ。だから別に突き抜けたわけではありません。突き抜けるっていうのは誰もがついてこれないような、それこそね、1万人とか10万人に1人の自分になっているかどうかっていうことなんですよね。まあ、そういうふうに冷静な現実を突きつけられるとね、ちょっとしょんぼりする方もいるかもしれませんけども、今日はですね、その疑問に、解決ではないですけどね、回答の一つとして、40代からネットビジネスで上り詰めた私がちょっと おこがましいことながらお話ししようかと思うんですよね。で、突き抜けるものがない人っていうのは、今日の時点でこれからね、何に突き抜けようかっていうふうに決めれてないんじゃないかなと思うんですよ、まずはね。そして決めた時にやってないんじゃないかなと思うんですよ。で、一つのキーワードとしては挫折を受け入れるってことなんですよね。よし、この道で行くぞみたいなね。例えば YouTube で私は1万本ね、 YouTube をアップロードすると1億円ぐらいのお金が懐に入るよっていうお話をたびたびすることがあると思います。これは私の経験上なんですけども、1万本動画をアップロードして1億円稼げてない人はまずいないんじゃないかなと思ってるんですよ。その前に1万本動画をアップロードする人がいないですけどね。ですんでね、突き抜けようと思ったら1万本を目指して今日から動画を撮りに行くっていう形が必要だと思います。そうなると1日10本作ったとしても3年かかるんですよ。1日30本で1年ですね。しかもですね、ただ作るだけじゃダメなんですよ。だんだん数字を意識していかなくてなりません。つまり1本目より2本目、2本目より3本目が進化してっていうのは当然入ってきますよ。それで1万本なら1億円いくでしょう。最初に作った動画と1000本目と1万本目、どれが一番最近作った動画なの、どれが一番最初に作った動画なのって見分けられないようではダメですね。で、挫折を受け入れるってどういうことかっていうと、今日からよし動画を30本作るぞと思ったら3日目でね、挫折してもうできないや、もうこれは無理だと思うかもしれません。でも3日できたわけですよ。今度はそれを4日目指すか5日目に目指すかっていうことだけなんですよね。ですんで多くの人は挫折を受け入れられなくてスタートラインに立たないんですよ。スタートしたら挫折することが目に見えてるからやらないんですよね。でも挫折を前提に取り組んでみてはいかがでしょうか。それこそですね、1000日やらないといけないところを700日やって挫折すると思いますかね。どうでしょうか。900日ではどうですか。900日目にして挫折って考えられますか。あと100日頑張ろうと思わないですかね。999日やって最後の1日目で挫折とかありえますかね。となると、どこが自分の挫折ラインかっていうのが分かるんですよ。この挫折ラインをまずはね、意識することなんですよ。おそらくゴールを設定しても自分はどこで挫折して脱落したかなんて分かんないと思うんですよね。なぜならやってないからなんですよ。やると分かります。あ、30日目でついに自分はこれこれこういう事情でやめたなとかね、電波の状態が悪いからやめたなとか、ちょっとね、旅行で泊まりに行っちゃったからやめたなっていうのが分かるんですよ。次はそれをどう克服するかってことを用意すればいいのと、どのようにして克服すればいいでしょうかという形でコンサルの先生に聞いてみればいいんじゃないですかね。その積み重ねで無駄な時間じゃない、そういった人生が送れると思います。おそらく今までやったことないはずです。ぜひね、今日からトライしてみてください。いってらっしゃい。